わかる人はコメント欄で。歯が抜けそう。抜けへん。黙れ小僧。でかすぎる。出てる。でした。でかすぎる。いつまでプライム見てんね。なあ、恋愛もの、恋愛キュンキュンものをいつまで見とんね。おい。マセガキ、これが終わるまで。マセ、今日友達とお出かけやろ。うん。準備せな。もう大丈夫だって。自分でしてや、いろいろ。うん。どの服を着るとか。もう決まってるわ。そう。すべて。くせえ。あの山田くんの真似してや。え？山田くんの真似。くれ。アホか。これ分かる人いるかな。分かる人いるかな。分かる人はコメント欄で。うるさい。うるさい。髪の毛も自分でするの？しない。でもイメージは、イメージはできてる。うん、ポニーテール。ポニーテール、ポニーテール、ニャ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 。あ、知ってんの？すごいな。あの、なんかサラシノで踊ってた韓国で。たばねた長い髪、水玉のシシュ。え、マジ？おっさんやけど。抜けそう。抜けへん。抜けへん、まだ。まだまだいける。それは何？日焼け止め。弱わせた方がいい。多分。マジでこれ肌焼きやすいから。赤くなってやばい。あの、こことか、目の上とかやってる。洗濯機うるさい。これが焼きやすいとこどこ？え？今日の服それな。久しぶりに見た。え？いや、絶対今。なんで？この筆がバンと刺さって。何したの？ズボンにも。あ、ホケ。あ、ホケ。全然伝われへんと思う、これ。アホかってめっちゃ言ってるけど。言ってるけど、口癖やからな。全然伝わってないと思う。うん、何の真似をしてんのか。うん、それはまあ。分かったらすごい。え？ちょっと待って。こっち見て。全然どこの部族だ。もののけ姫。あれは秋広のものはできへんな俺。はい、どうぞ。黙れ小僧。まあ、糸ちゃんもこんなんしなさ。何どんな。目の下になんか線引いてみた。あ、ラメで。うん、それやってたな。ちょっとリップ塗ろう。え？その目のままで。うん、え？それどうすんの？え？ぼかす。ぼかすやんな。それマジでやんな。びっくりした。てか鏡欲しいな。欲しいな。メイク鏡。な、メイク用欲しいな、これ。さすがに。うん。でかすぎる。ハモらんとって。ハモってない、ハモってない。でかすぎる、ハモらんとって。あれ？いつの間にぼかしたの？いつの間に？話してる間に。早技やな。すごい。話すのが長いんですよ。うふふわ、親父の話長いって言われそう。校長先生の方が長いよ。下で大勢がダンス練習してる。ドタドタうるさい。めっちゃうるさい。練習戦やりましか。でもうるさいな。センターポジション取ったから張り切ってる。うん、生きてる。なんかコンプレックスありますか？例えば、自分の鼻気に入ってないねん、この鼻もうちょっとこうやったらみたいなとか、うん、目が一重より二重の方がいいねん、一重めっちゃ気にしてんねんとかさ、そのコンプレックスって言うんだけど、うん、なんかあります？わかんないですけど、うん、あの、一重じゃないですか、これ奥みたいなのかな。どうやるの？こっちなんか、まあ、あの、二重だったことなんかわかんないけど、二
イル似合うか分かんないから、うん、あの整形とかしても似合ってなかったら言えないから分かりません。分からんけども二重になった時の自分も気になる、うん、どんなかなって、うん、なるほど。あと、うん、あとはないです。へえ。あ、なにこれ、これあるじゃん。ああ、それ生まれつきのあざやな。え、違う、なんか売ったんじゃない。違う違う違う。え、マジ生まれつきのあざ売ったかと思ってた。たまにいるよね、生まれつきこうあざがある人。小春も実はあるね、ここら辺に。え、これこけたかと思ってた。あ、傷のないんかと思った。違う違う、パパここら辺に、ここら辺、うん、ほくろあんだけど、パパずっと気にしてた。今ヒゲ生えてるから隠れてるけど、そこにちょーんってほくろがあるのがちっちゃい頃はコンプレックスやった。別に誰に何を言われたわけでもないけどな。てかそんなもんやん、コンプレックスって。大体人は何も思ってないよ。あと涙袋が欲しい。ああ、パパなんかこっちの目だけある。パパはもう疲れてたるんでるんちゃうかな。いや、クマがあるんちゃう。そう、クマ取りしたら、はい、8人ぐらいできる。詳しいですね。できた。できた。で、こっちやった。こっちにバウンスして。なんせね。あおく。やっちゃってる。テスト行きだった。うん。ダメやつな。うん。まあ、じゃあいいかも。わからん。ワンと間違った。言ったな。うん、今日感想聞こう。会うから。うん、何今の。え？何今の。グッド。でした。いやいや、下手すぎる。ちょっと持ってくれる？どうなんだろう。わからん。はい。わからん、わからんの。ピンク。これつけてくる。あ、そうそう。あれ、どんな財布がいい？え、カラフル。カラフル好きやな、最近君。うん。ちょっと前までもう白黒しか無理ですみたいな。これも嬉しいわ。なんか仕上がってきましたね。うん。ダンスのコンテスト、何月って言ってたの？まあ、それだろ、6月。え？何クロリッパしてるこれ。やばい。ネイマール。痛い。はい、終わる。パパ、ほんまは何色が好き？黒。うん、以外で。え？なんで？いや、色が暗いから。カラフルな色。うん。じゃあ。大豆色とかダメ。赤か。赤か。言われても選ばへんよ、大豆色って。赤をサイコパスだ。で、血が好きということ。そんなことない。はい、他の色。青。青。めっちゃお前や最高っすこうなるのね。おえらいご機嫌やな。そうでしょ。ほいほいご機嫌や、後ろ向いて。あとここアイロンしようかな。しなこちゃん、うん、まあ準備終わりましたよ。はい、どこ行くか知らんけども、なんかあったら電話して。はい、うん、ママは知ってるやんな、どこ行くか。じゃあお気をつけて行ってらっしゃいませ。はい、さようなら。何それ。バイバイ。バイバイ。車に気をつけてな。